アポロ12号。アポロ12号は、アメリカ合衆国のアポロ計画における6番目の飛行であり、H 計画と呼ばれる月面への着陸を行う2度目の飛行であった。フロリダ州のケネディ宇宙センターから発射されたのは1969年11月14日のことで、アポロ11号から4ヶ月後のことだった。船長ピート・コンラッドと月着陸船操縦士、 アラン・ビーンは1日と7時間にわたって月面で船外活動を行い、その間司令船操縦士、リチャード・ゴードンは月周回軌道上に留まっていた。着陸船の月面での着陸地点は嵐の太陽の南部であった。史上初の月面着陸を行った11号とは違い、コンラットとビーンは1967年4月20日にサーベイヤー3号が着陸した。 目標地点に正確に降り立った。この飛行では、アポロ計画で初めてカラーのテレビカメラが携行されたが、ビーンが誤って太陽にレンズを向けたために危機器が故障し、中継には失敗した。船外活動は2回行われ、そのうちの1回で飛行士はサーベイヤーから危機器を取り外し、地球に持ち帰った。宇宙船は11月24日に無事着水し、 計画は成功裏に終了した。十二号は暴風雨の中、ケネリ宇宙センターから予定通りの時刻に発射された。発射場には現職の大統領であるリチャード・ニクソンが駆けつけていたが、これは史上初めてのことであった。発射から三十六点五秒後、機体を雷が直撃した。電流はロケットの肺炎を伝わり、地面に放電された。 機械線の燃料電池のブレーカーはこの時誤って、過負荷を検知し、3つの電池すべてと指令、機械線の機器のほとんどを遮断させた。さらに52秒後にも2度目の落雷を受け、8ボール式の姿勢指示器が停止してしまった。管制センターに送られてくる遠隔測定のデータは完全に混乱してしまったが、サターン5型ロケットに搭載されている。 自動飛行制御装置は影響を受けなかったため、ロケットは正常に飛行を続けた。燃料電池が3つとも停止したことで、宇宙船は完全に緊急用電池に頼らざるを得なくなったが、これは平常時の 28V の電圧を発射時の 75A という高負荷に保たせることができるもので測ったため、インバータの1つが停止した。この電源トラブルにより、 軽基盤のすべての警告灯が点灯してしまい、ほとんどの機器が故障したとの表示がされた。NASA の伝説的な古参の管制官で宇宙船への電力や酸素の供給の監視を担当する鋼鉄の目を持つミサイル屋の異名を持つジョン・アーロンは、この時アポロ計画の初期に行われたある試験の結果を覚えていた。その試験とは、 信号調整装置に電力が送られなくなった状況を再現するものであった。スとは、機器から送られてくる一連の信号を、宇宙船の軽基板や遠隔測定の不合気に表示するため、標準の電圧に変換するものである。アーロンは、S を補助に切り替えろと無線で呼びかけた。これは、巣の電源を予備のものに切り替える操作だったが、かなりわかりづらいものであったため、 飛行主任のジェラルド・グリフィン、宇宙船通信担当官のジェラルド・カー、船長のコンラットらは、すぐに、その意味を理解することができなかった。その中で司令船の一番右端の席に座っていた、着陸船操縦士のビーンだけは、同じような状況を再現した一年前の訓練で、巣の切り替え操作をしたことを覚えていた。アーロンの素早い対応と、ビーンが対処方法を記憶していたことにより、 緊急脱出用ロケットを作動させて、飛行を中止する事態に陥るのは、免れる子ができた。その後 B 員が燃料電池を再起動させ、遠隔測定のデータも復帰したため、発射は無事に続行した。待機軌道に乗ると、飛行士たちは、船維軌道投入のためのサターンロケット第3弾 SVB の再点火に備えて、宇宙船を念入りに点検した。落雷は、結局、 宇宙船には何ら深刻なダメージを与えてはいなかった。実はこの時管制室では、落雷で指令船のパラシュート展開装置の一部が誤って点火してしまったのではないかと懸念していた。もしそうなっていたら、パラシュートを開くための爆発ボルトが作動しなくなり、指令船は太平洋に叩きつけられ3人の飛行士は間違いなく即死することになる。 だがこの時点においては本当に点火したのかどうかを確かめる手段はなく、また点火していたと確認できたとしても、対処の方法があるわけでもないため、管制室はこの懸念を飛行士には伝えないことに決定した。結局、パラシュートは飛行の最後に正常に展開し、飛行士たちは無事太平洋に着水した。第3弾 SE 部,部は着陸船を切り離した後、 太陽を周回する軌道に投入されることになっていた。地上からの指令で補助推進装置に点火し、タンク内に残った燃料を放出して速度を落とし、月の公園を通り過ぎるように軌道が変更された。これによって月の重力によるスイングバイ効果を受けて速度が上昇し、太陽を回る軌道に乗るはずだったのだが、この時ロケットの自動飛行制御装置の中で状態ベクトルに 小さなエラーが発生した。その結果、月面を通過するときの高度が予定よりも高くなりすぎてまい、地球脱出速度に到達することができなかった。最終的に s イブブは1969年11月18日に月を通り過ぎた後、暫定的な地球周回軌道に残ることになった。1971年に一時地球周回軌道から脱出したが、 31年後の2002年には再び地球の重力に捉えられた。同年9月3日、香港出身のアマチュア天文学者、陽光によって発見され人工物であることが確認されるまでは暫定的に J002E3 の小惑星番号が与えられていた。着陸船、イントレピットは1969年11月19日、嵐の海に着陸した。 この地点にはそれ以前にも、ルナ5号、サーベイヤー3号、レインジャー7号などいくつかの無人探査機が到達していた。国際天文学連合はこの地域を基地の海と命名した。着陸地点の月面座標は、ナニー3.01239度、成形23.42157度で、その後月面地図には、ステイシオコクネットムと登録されることになっていた。 コンラットとピーンは自分たちが降り立った場所に公式に名前を与えることは特にしなかったが、コンラットは着陸地点を個人的にピートの駐車場と呼んでいた。12号のこの2度目の月面着陸は今後のアッポロ計画で必要となるであろう、目標地点への正確な到達の演習でもあった。効果のほとんどは自動で行われ、コンラットが操作したのは 最後の数百フィートの操縦だけだった。11号では着陸地点に大きな岩が散在していたため、ニール・アームストロング船長はコンピューターが目標、定めていた予定飛行経路に着陸線を合わせるため手動で制御しなければならなかったが、12号は当初に目標に定めていた地点に着陸することに成功した。そこは1967年4月に、 探査機サーベイヤー3号が降り立った地点から歩いて行けるほどの距離だった。人類がかつて打ち上げた探査機と地球以外の世界で再開するのは後にも先にもこれが唯一の例であった。イントレピットが着陸したのは実際にはピートの駐車場よりも580フィート手前の地点だった。これは目標地点の凹凸が予想よりも激しいように見られたため、 コンラットが最終段階で急遽着陸地点を変更したからであった。当初イントレピットは高架用エンジンの排気ガスで巻き上げられた月面の砂がサーベイヤー3号を覆ってしまうことを防ぐため1180フィート離れた地点に着陸することになっていたのだが、コンラットの操作により実際の距離は600フィートに縮まり、3号は高速度の砂ぼこりに吹きさらされることになった。 後に判明したところでは、この砂ぼこりはむしろサーベイヤーを覆っていたゴミを吹き飛ばす結果になった。最初に飛行士が観測したとき、3号はもともと薄い、ゴミの層に覆われていたため薄褐色に見えていた。その後飛行士が近づいて見てみると、着陸船の排気ガスにさらされた部分はゴミが吹き飛ばされ、元の色である白に近くなっていたのである。コンダットが、 月面に降り立った時の第一声は、右表、ニールより一尾の俺にとっては、これは大きな一歩だぜであった。これは即興で言った発言ではなかった。彼は、ジャーナリストのオリアーナ・ファラーチと月面に立った瞬間に、この発言をするかどうかで500ドルの賭けをしていたので、ある。ファラーチは十一号のニール・アームストロング船長の、これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、 人類にとっては偉大な飛躍であるという発言があまりにも優等生すぎるとして NASA が事前にそういうように指示していたのではないかと疑っていた。コンラットの発言は大柄なアームストロングと身長160センチメートル台の自分とをかけたジョークでもあった。コンラットが後に語ったところによると彼はついにファラーチから掛け金を取ることはできなかった。 12号では月面からの映像の質を向上させるために11号で使われたようなモノクロではなくカラーのテレビカメラを持っていった。しかしビーンが予定の設置場所である着陸船の近くにカメラを置こうとした時誤ってレンズを太陽に向けたため撮像管が壊れてしまった。月面からのカラー中継というこの計画の最大の眼目は開始直後に頓挫してしまうこととなった。 12号は、サーベイヤー3号まで歩いていけるほどの距離に着陸することに成功し、コンラットとビーンは3号の機器の一部を取り外して、分析のために地球に持ち帰った。この時、ストレプトコッカスミチスというバクテリアが、発射前に3号のカメラに偶然付着し、月面での過酷な環境を2年半も生き延びて、再び地球に持ち帰られたと言われるが、これは未まだ検証されていない。 コンナットとビーンは岩石を採取するとともに、月の地震の頻度、太陽風の流量、磁場などを測定する機器と、地球との中継機などを月面に設置した。それらの機器は12号で、初めて飛行士によって設置された、アポロ月面実験装置群と呼ばれるもので、原子力によって作動し、月面での観測結果を長期間にわたって地上に送信するものである。11号でも、 観測機器は月面に置かれたが、長期間作動するようには設計されていなかった。飛行士たちはまた写真撮影も行ったが、ビーンは誤って、フィルムの何巻かを月面に置き忘れてしまった。一方で司令船、ヤンキークリッパーで月を周回していたゴードンは、マルチスペクトルカメラで月面を撮影した。着陸船イントレピットの加工団に取り付けられていた名盤、名板はいくつかの点で、 アポロの他の飛行のものに比べて独特なものだった。まず地球に関する記述がなかった、そして構成が違っていた、という点である。イントレピットの上昇談は、コンラッドとビーンが軌道上で待機する指令船と再ドッキングした後、意図的に高度を落とされ、1969年11月20日に月面上に激突した。 飛行士たちが月面に設置した地震計はこの衝撃で1時間以上にわたって振動が続くのを記録した。彼らはその後さらに1日ほど月の上空を周回し続け月の写真を撮った。月面での相対在時間は31.5時間、軌道上での相対在時間は89時間だった。地球への帰還の途中で12号の飛行士たちは 日食を目撃し、その写真を撮影した。これは、地球が太陽を覆い隠すことによって発生した現象であった。司令船、ヤンキー・クリッパーは1969年11月24日20時58分、アトック太平洋上アメリカ領サモア東方約500マイルに帰還した。着水の際、1 6ト、mm、ルフィルムのカメラが収納庫から崩れ落ちて、 ビーンの額を直撃した。彼は、後で六針ぬう列車を追い、軽い脳震盪を起こして、一瞬気を失った。飛行士たちは、空母アセスホーネットに回収された後は、式典のために、サモア諸島ダフナのパゴパゴ国際空港に送られ、その後は C-141 輸送機で、ハワイに送還された。十二号の計画の基礎は、飛行士たちの海軍軍人としての経歴を、 反映している。飛行当時、三人はすべて海軍の中佐であった。月面を訪れる大型帆船は、司令船、ヤンキー・クリッパーを表している。船は、炎の鉱石を引き、マストの上には、アメリカの国旗がはためいている。計画名、アポロル2と飛行士の名前は、太い金線の中に書かれ、青で縁取りがされている。金と、青は、アメリカ海軍の伝統色である。 気象の中には四つの星が描かれている。そのうちの三つは飛行士たちを表し、残りの一つは海軍パイロットで宇宙飛行士のクリフト・ウィリアムズを表している。ウィリアムズは1967年10月5日、T-38 練習機で飛行中に機器が故障して機体が制御不能になり死亡した。彼はアポロ9号の予備搭乗員として、コンラットやゴードンと訓練を共にし、 12号では、月着陸船の操縦士を務めることになっていた。12号の指令船、ヤンキー・クリッパーは、バージニア州ハンプトンのバージニア航空宇宙センターに展示されている。2002年、天文学者たちは地球を回る、もう一つのガツを発見した。それは、J0023 の小惑星番号が与えられ、後に12号のサターン5型ロケット第3弾である。 ことが判明した。着陸性イントレピットの上昇弾は、1969年11月20日22時17分17秒07に、月面上に激突した。2009年、ルナーリコネッサンスオービターは12号の着陸地点を撮影した。写真では、イントレピットの加工弾、観測機器、サーベイヤー3号、飛行士の足跡などがすべて見て撮ることができる。 2011年、ルロは、さらに高解像度の写真を撮影するため高度を下げて、再び着陸地点に接近した。12号の計画の一部は、フロム・ジャアース、人類、月に立つというテレビシリーズの中で、そこにあるものが、すべてというタイトルで、ドラマ化されている。コンラット、ゴードン、ビーンを演じたのは、それぞれポール・マクレーン、トム・ベリカ、デイブ・フォーリーだった。 シリーズの第一話では、コンダットの役は、ピーター・スコラーリーが演じている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。